の時間せいさんかと思ったのに。おいらで悪かったな。せいさん遅いな。もう帰ってきてもいい頃なのよね。お前お座敷なんじゃないの。グズグズしてると遅刻すっぞ。だから焦ってんじゃないのよ。私お座敷前にせいさんの顔見ないと落ち着かないのよ。ひょっとすっとせいさん小唄の師匠に迫られちゃって帰りに帰れなくなっちゃってるかもな。だってよ、神戸さんの話じゃ小股の切れ上がったいい女だって言うしな。せいさんだって男だからついフラフラーっと。冗談でしょ。せいさんはそんな人じゃないわよ。そこら辺の男と一緒にしてほしくないわよ。何すんだ。どうしたんだ。また喧嘩か。せいさんお帰りなさい。大丈夫だった。言い寄られたりしなかった。え、何の話だ。だって新の字が